漫画でわかるフォークリフトの安全衛生。今日はフォークリフト作業の安全衛生について学んでいこう。フォークリフトは倉庫や工場、建設現場などいろいろなところで活躍しているね。そうだね。フォークリフトを運転するには講習を受けて資格を取る必要があるんだね。大きな機材を扱うから講習を受けるのは大切よね。講習を受けた人が扱っても労災は起きているんだ。じゃあ労災の主な原因を見てみよう。激突され、括弧激突を含むが最も多いんだね。そうなんだ。まず激突され、括弧激突を含む。激突は運転中のフォークリフトが壁などに激突するような事故のこと。また激突されは周囲の作業者がフォークリフトに激突されるような事故のことだ。フォークリフトは重いからぶつかったら危険ね。加えてフォークリフトはスピードも出るから注意する必要がある。どうすれば防げるのかな。運転手が注意するのはもちろん、周りの作業者もフォークリフトがどう動くかを意識することが大切だよ。なるほど。でも基本運転手が気をつけることだよね。運転手だけでなく周りの作業者も気をつけないといけないんだぞ。はい。次に挟まれ、巻き込まれ。フォークリフトは可動部分が多いから挟まれ事故が多い。また後退してきたフォークリフトと壁の間に挟まれたりする事例もある。大怪我で働けなくなると家族も心配するし、収入面でも困るわ。だからこそ講習の内容を理解した上でルールを守ることが大切だ。講習で学んだ適切な方法を理解して正しく使うこと、またフォークリフトの動き方を理解していることも重要だ。墜落、転落ってどんな労災ですか？例えばやってはいけないことだが、フォークリフトのフォークに人を乗せて高所作業をした結果墜落してしまった事例がある。危ない。おお。それじゃあ実際の現場を見てみよう。ケース1。おい、次は向こうのパレットを頼む。はい。一度バックして方向転換が必要だな。でも後ろを向きながら運転するとハンドルをどっちに切ればいいのかわからなくなるから苦手なんだよな。まあバックミラーを見て運転すればいいか。どうしよう、準備に時間を取られて搬入に間に合わないよ。そうだ、ここを通ればショートカットになるわ。線から先はフォークリフト以外立ち入り禁止だけど、今はフォークリフトが動いてないし大丈夫でしょう。よし、誰もいないな。どうしてここに人が。大丈夫ですか。なんとか。なんで歩行者用通路を歩いてないんですか。ごめんなさい。待ちなさい、君の方も注意すべきだったんじゃないか。急な飛び出しがあるかもと意識できていたか。バックするときはバックミラーだけに頼らない、周囲の状況を目視すること。すみません。確認するときは指差し故障をすることも大切だ。後方よし。そして君は立ち入り禁止エリアなどの
事業上ルールを守ること。フォークリフトは小回りが利く上、今回のように突然動き出すこともある。だから絶対にフォークリフトには近づかない。また倉庫内は運転手から見えづらい場所も多く存在する。運転手だけでなく周囲の作業者も気をつけることが大切だ。怪我をすると家族が心配するだろう。気をつけます。ケース2、これを運べば時間内に作業が終わりそうだ。な、パレットがずれてる。確かパレットがずれた状態で積まれていると落下する恐れがある。フォークリフトの荷物を直すときは必ずフォークを床に下ろす。そして電源を切ってフォークリフトを降りるって言われたけど、降りるの面倒だし、このままパレットのズレを直しちゃおう。の、いけるいける。お、待て、リフトが動き出すぞ。なんですか？フォークリフトに乗ったまま荷物を直してはいけない。電源も切っていない。フォークも下ろしていない。講習で習った通りにやらなきゃダメだよ。ちょっとなら大丈夫かなと思いまして。いいか、今回は事故にならなかったけれど、もしあのままさらに体にティルトレバーが当たっていたら、フォークリフトのマストが動き出して体が挟まれ、最悪の場合死亡事故につながっていたんだぞ。ルールを守らないと死ぬことだってあるんだ。ようやくことの重大さに気がついたか。これくらいなら平気だろうという行動が事故を引き起こすことがある。守らなくていいルールなんかないんだぞ。本当にすみませんでした。そして先輩、止めていただいてありがとうございます。命の恩人です。本当に無事でよかったよ。ケース3、操作にも慣れてきたぞ。あとはあれを乗せるだけだ。この荷物倒れやすいんだよな。すみません、この荷物どうすれば倒れないですかね。こういうのって運ぶの難しいんだよね。あ、俺がパレットに乗ろうか。パレットの上で荷物を押さえておくよ。危険じゃないですか。平気だよ。上げていいよ。もう少し。うわ、倒れる。あ、大丈夫ですか。大丈夫、ちょっと膝を打っただけだから。何の音かと思って来てみれば。今回は軽傷で済んだようだが、高さによっては死亡事故につながっていたかもしれないんだぞ。今の高さでも頭から落ちていたらどうなっていたことか。そもそもパレットやフォークに乗って高所作業や移動することは事業上のルールとして禁止されているんだぞ。絶対にやらないように。すみません。安全であることが当たり前だと思わず、日頃から適度な緊張感を持つことが大切だ。あと、こういう荷物はフィルムなどで一つにまとめると運びやすい荷姿になるから、困ったことがあったら俺にも相談してくれ。自分たちだけで解決しないこと。はい。あちゃー、危険は意外と身近にあるってことがよくわかっただろう。登場人物のドジなところが誰かに似てたね。ん？なんか言った？
職場の安全衛生には一人一人の意識とルールを守ることが大事。ここでもう一度ケーススタディを振り返ってみよう。フォークリフト作業で気をつけたいポイント。1、技能講習修了証。フォークリフトを運転するには技能講習を修了する必要があります。また修了証は必ず携帯しましょう。2、フォークリフトの周囲。立ち入り禁止エリアとフォークリフトの近くは絶対に通らないようにしましょう。3、挟まれ。フォークリフトに積載した荷物はフォークリフトから降りて直しましょう。4、転落、墜落。フォークリフトのフォークやパレットに人を乗せるのは原則禁止とされています。労災は決して他人事ではなく身近な問題だ。ルールを守ることは体、家族、生活を守ることだと覚えておいてほしい。何かあった時のために日頃から職場でのコミュニケーションも大切よ。よし、ルールを守って毎日頑張るぞ。フォークリフト作業、こんなことにも注意しよう。安全健康のためのヒント。1、倉庫内の飛び出しに注意。2、不安定な運転に注意。3、化石砕、荷崩れに注意。4、駐車時に注意。イラストで学ぶ、職場の作業の中に潜む危険を知ろう。危険予知訓練 KYT。 どこが危険か考えてみよう。ここが危険のポイント。1、立ち入り禁止エリアには入らない。2、フォークリフトの後ろは通らない。3、荷物の積みすぎに注意する。4、急旋回をしない。他にも危険なポイントがないか考えてみましょう。